どうも、こんにちは、ラッチでございます。今更なんですけど、クエストダンジョンの、12やってみたいと思います。3体以下ということで、実質4体ですね。4体で挑まないといけないやつですが、まあ、13がね、思ったより難しかったんで、まず12勝とうと。で、13も一応勝てなくはなさそうなんで、いずれリベンジします。で、まあね、あの、見かけのね、性能が良かったら連れていこうかなと思ったんですけど、なんか微妙でしたね。ってことで、まあ、また編成は考えるとして、ここ初見でございます。まあ、こういう系のね、ダンジョンもミリーちゃんが強いことは分かったんで、あとは、どう対策をしていくか、行きましょう。5回もあんのかよ。しかもなんかめんどくさそうです。吸収とかしなかったっけ、お前ら。短縮。短縮はね、あー、そっか。そっかそっか。メルエムだったらあかんのか。これアシストめっちゃ雑です。メルエムが2個に、ベルダンディに、これはあれか。時の魔導士だっけ?なんかあの、遊戯王のやつね。こっち使えば一応消せるんだけど、溜まってねえと。溜まってねえと。そうですか。メルエム、いやー、まずミリーちゃんかな。まあ、9秒だしで言うて。ミリーちゃん使って。突破しようかな。今回スキル制限ではないんだもんね。なんかランダムもスキル制限らしいじゃないですか。僕ランダムやってないんですけど、やってないしやんないんですけど、スキル制限なぁ、どうなんでしょう。ランダムあんまり効かないですけどね。硬くね。ランダムの方はあんまりさ、クソゲーだクソゲーだとは効かないんですけど、やばいこれ。冬持ってるキャラクター持ってこんとやばい。さては。ミリーちゃんとこの、ハーピーレディでは貫通できませんみたいな。そんな感じですか。さては。それはまずいことになったね。さあさあさあ、やるべきことはやったよこれ。どうなん?どうなんだい?無理ですね。そうか。一体飛ばそうじゃ。浮遊させよう。何がいいっすかね。貴族性の浮遊持ち。最近増えてきましたからね。たくさん候補あるわけですよ。あれ?こんだけ?そうかそうか。変身したらってパターンが多いのか。最近やっとね、ラグドラ作ったんですよ。めっちゃ今更なんですけど。バルとか持ってく?悪かねえと思うけど。こいつ思った以上に火力出なかったんで、バル持ってこう。で、バルに、一旦ベルダンディつけてみましょう。こっちじゃないやん、しかもベルダンディ。無効感じゃないベルダンディを持って行ってましたわ。何やっとるかね。何やっとるかね、これ。さあ、頑張ってください。まあ、もしかしたら上限解放が必要という可能性もありますよね。その可能性すらある。あれ?ワルリンワルリンじゃない。ヒカリン乱入。今回は木のウェイ、重視。上限解放必要ですか?どうですか?バルさん。いらんねえ。無理じゃねえ?無理じゃねえこれ。そもそもさ、こんな半月も経ったダンジョンをさ、調べずにやってる時点でダメ?あ、いいよ、その落ち込ん。どう?入った。21億出ればダメージが入るらしい。で、ミリーちゃんが使える、どういうことですか、この盤面は。別にまあ、ここ時間かけてもいいわけだよな。いつか倒せれば。あれでもついに真ん中動く。で、真ん中すら硬いんだよね。まあ、真ん中に殺される気がします。します。フラワーが削れなかったと。そもそもプラントに殺されました。バルじゃ火力足りんのか。ミリアちゃんが変身してる時間はなくて、でもバルなんだよな、やっぱり。ファクト。ファクトまだ強化受けてないよね、でも。
この撮影時点では。で、三影さん実装されてない、やっぱバルなんだね。バルが強くて、ガンダムキャラがちょこちょこいて。なんかザク強そうじゃない？延長ルーレット、円派。でも結局、あれなんですよね。強そうなんだけど、メルエムをどっかで使ったら意味がなくなると。え？これ間違えましたね。難しい方行きましたね、これ。ナメプですよ。このダンジョンを貴族生で2枚抜きなんていうことはできるはずがない。で、この先のさ、キャラがわからんのにさ、ここで苦戦しとったらもう何も始まんないんですよ。何も始まってないんですよ。シードの突破方法すら今、定まってないんですよ。待って。わかった。バルは体力タイプじゃないんだ。それだ。すいません。今気づきました。逆に気づくことができました。もしくはもうメルエム使っちゃって、ルーレットからいっぱい色出すとかね。それなのかな？でも溜まってないんですよね。溜まってはないんですよね。さあ体力タイプつけて全パラ4倍が入りますよ、これで。それだったか。なぜこんな単純なことに気づかなかったんでしょうね。これでさすがに貫通するんじゃないの？どうなの？明るく出たね。こうなってくると上限解放してもいいんじゃないの説が出てきますな。とりあえずこれでシードが飛んでいきますよと。いいね。進展、ようやく。で、ミリちゃん使えばいいと。お花ちゃんさすがにこれで落ちてくれるよね。オーケー。全然オッケーじゃないけどオッケー。無効化とかしないでよ。無効貫通さはないからさ。今さ、は？割合？ちょっと、ここに来てミリーちゃん対策がしてやるっていう。これは困りましたね。理想としてはあれか？一回通パンでミリーちゃんの無効化残していこうねみたいな感じ？無理じゃない？まあこの試行錯誤するの楽しいんですけどね。この先が鬼畜だったら、やってらんないんですよね。ここ一回を突破するので精一杯。これで、ミリーちゃんからのメルエムね。で、木のウェイをとにかく組む。あわよくば火も。属性吸収無効入るけど別にいらんもんな。あ、メルエムも延長あったんだ。大変失礼いたしました。私ないと思っておりました。でもだ、無理やん。これ2パンできんやん。これなんかね、最終的にはバルも否定されそうな気がするんですよね。何度も言うようにバルって仕事を失うんですよ。裏使っちゃうと。なんならバルの円派も使う？貴族性4倍だよ。使っちゃうか。倒せんぐらいだったら。先を知らんことには何も攻略が始まんないので。これでもかというコンボ。これ耐えたらもう知らん。無理。調べる。そもそもミリーちゃんは適正なのか調べる。4096で倍率。えぐ。アホみたいに強いじゃん。これいけそう。これもう一回できたらいけそう。できるとは言っていない。どうかな。さっきよりはちょっと減っちゃったけど。5個消したかな。そうかそうか。ミリーちゃん上に消すたびに火力上がんのか。イエース。で、2回受けれますよと、これで。まあ、こっからどうするかなんですけどね。ロック解除ってなくない？ないよね。そんな気がしたよ。でも、バルができるんだよね。実は。出番です。ここじゃあ、ミリーちゃんなしでいいかな。あ、でも火力上がんのか。とはいえ。とはいえですわ。ちょっとここ、さっきより軽めで許してくんない？さすがにね。さすがに許してよ。ナイスオチコン。はい、ナイス。いいよ。2回は受けれさえすればいけるよ。劉備だよ。批判言だよ。
なんかさ、2階3階といいさ、ちょっとさ、ミリちゃんで来ることバレてます？我々がミリちゃんで挑むことバレてます？これ、運営もちょっと、あのフェスゲン普段の攻略では見ないけど、こういう時調子乗ってんなって思ってます？普段から強い性能にしてほしいんですけどね。いや、どうなんでしょう。まず回復がないんだよね。ナイス、落ちこーん。倒せる。一回だけじゃん、めっちゃ強いの。待って待って、吸収じゃない？あ、でも、属性吸収はされてるんだ。あ、無効化は効いてないですね。ここに来て積んじゃいました。ああ、二丁殴ってみるけど、蹴らんやろうな。理想としてはバルに、あれか？無効貫通スキルか？いやー、こんな消しちゃったらダメでしょう。あ、でもバル回復稼いでくれてますね。ですよねー。強っ。となるとマクドナルド？良さげな武器があるんですけど、これ。体力タイプつけれるんですけど、属性吸収上書きしちゃうんすよね。シェリアスの先にもう一体属性吸収がいたら積むんすよ。まずいっすよね。とはいえやってみないとわかんないので、こっからはサクサクいきますね。まあ多分みんな飽きてると思うんで。オッケーじゃない？こんなんでいけたよね、さっき。4つしか消えてないけど、耐えちゃった耐えちゃった。まただ。あー、ずるい。すごいずるい。ひたすら割合。しかも色変わるから、経験1個積んでいこうとかダメなんですよね。性格悪いねー。え、あそこでさ、いい盤面狙うなんて、バル違うんじゃない？やっぱ。あそこでいい盤面狙うとかできます？きついと思うな。せめて、サンウェイ。欲張りすぎ？あー、まあ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 、でも、2ウェイ組めます。ミリーちゃん6回じゃないのか、辛いな。まあでもこういう活躍の場があってよかったよね。最近はなんかね、フェスゲン組も見なくなりましたけど。で、ここで決めればいいんでしょ？さっきは決めれんかったけど。決めるよ。回復にこだわんな。倒せ。一旦倒せ。一応回復もしとけ。いやー、火の上にもう一個ぐらい欲張ってもよかったんちゃう？うーわ、発狂まで備えてる。これはいけたんじゃない？さすがに。今回5個組んだよ。ようやく進展。ありけり。ありけりー！それ来るんだったら言ってやー。オッケー。次先生あったっけ？あったら知らね。あったらわらということで。ナイス？もういろいろナイス？落ち込ん先輩ナイスすぎるよ。帰ってきた。あ、ここも属性吸収無効できるじゃん。ええね。ええね。じゃあ1枚残せんのね。ダメージ吸収無効ができるよ。じゃあ、バル使いま、す。非常に刺さっている。じゃあな、シェリアス。まあ、こっちもちょっと、パズルは、考えんといかんが。じゃあなってこと、お前も。弱くはねえと思うが。回復できんかったけど、まずいんちゃう？次先生あったら泣いちゃう。でも誰か知ることが大事ですから。ここまでは来れましたから。さあ、誰なんだい？うーわ、え？吸収とか言うもしかして。ルーレッツ？ルーレッツ？吸収はないの？ないのね。待って待って、ルーレッツはまずいでしょ。ここに来て。
ここに来てルーレッツだよ、本当に。延長こそあるけどさ。ちょっと待っておくれ。上書きしたい自分がいる。でも、そんなこと言ってらんない。これって対策するべきなのかな。まあもちろんまともなパズルは組めなくて。で、10ターンあるじゃん、ルーレット。むっちゃ強いんだけど。で、まあ回復も下げられてるから回復できないよねっていう話で死んでしまいましたと。ここでルーレット欲しいの？ここで？そんなないよ。もう素でルーレット持ってるやつ持っていきましょうみたいな感じ？うわー、ここに来て。いや、めちゃくちゃ頑張ればさ、あいつもパズルできるんだろうけどさ、めちゃくちゃ頑張る気力が湧かないんだよね。バルじゃない気もしてきた。なんかもう、普通にさ、ウェイ5個とか組んだらミリーちゃんとかも乾燥してるからさ、バルである必要すら感じない。ここに来てさ、ジョセフ活躍とかないっすか？体力だよ。ウェイだよ。で、しかも、ルーレットが生成できる。なので、ジョセフに、待てよ。ジョセフにメルエムでもいいな。ジョセフメルエムで、ここに、無効貫通。ただ、先に使うのはメルエムだから、メルエムをつけよう。どうよ、ザク武器どうよ。これいいこと思いつきました。ジョセフはスキブインでもしとく？あれいらんよね、多分。耐性とかなんもいらんよね。怖いのがネプトラってワンパンできんのかなっていう。できないのかな？ 40 分考えて、たどり着いたこの編成。勝ちます。勝たせていただきます。いや、これジョセフも活躍したらもう、バンバンザイ。最近ね、ジョセフ武器がね、ちょっとウェイが流行ってることもあってね、若干の需要が出てきたんですけど、本体はね、未だに活躍の場が、なかったですから、これ活躍したら嬉しいっすね。だってこんだけウェイのさ、貴族性ブーム来てんのにさ、ね、声もかからない、このキャラクター。一回突破していく。ええよ。でで大王ですよ。ここで、ザクが生きるんですよ。このザクが、3ターン無効貫通プラスロック解除ができるんで、ここでロックを解除しながら、ここもなんならワンパンが狙えていくんではないかと。で、シェリアスまで無効貫通は継続してると。よくないっすか？どうっすか？この発想。誰でも思いつくわって言われたらすいません。僕の中では革命でした。革命です。で、ジョセフ帰ってきている。いいぞ。あとはあわよくばここで回復だな。そうだな。下がるけどね、やっぱ全パラ4倍はね、伊達じゃないんですよね。ちゃんと消せさえすれば。あ、でもバルがいなくなったから、きついのかな。無理でした。無理でしたわ。次頑張ろう。ほら、なんか盤面が回復しましょうねって言ってるから、次頑張りましょう。いいね。サクサクしてるよ。で、無効貫通残ってる。属性吸収無効残ってる。文句なしですよ、もう。ルーレットの位置がちょっとでも嫌ですね、今回。その辺やっぱね、たくさん通るんでね。やめてほしい。で、こいつは水だからいけるだろう、これで。で、こういうナメプがね、敗北を生むんですけど、いけるよね、さすがにね。さあ来ましたよ。ルーレット上書きしちゃいましょう。で、こいつが思ったより痛かったから回復はしっかりしよう。50万ちょいぐらい受けてよね。で、火力も下がっちゃうわけだ。あー、ここで炎波できたらなお良かったんだな。そうかそうか。理想としてはルーレットをしながら炎波できるキャラクターってこと？そんなキャラクターいるんかな。一応回復はする。
いいでしょう。全然、むしろいいでしょう。むしろいい方でしょう。さあ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 、いいよ、チコンいいよ。ちょっと回復厳しいか ?54 万ってどうだったっけ?毒目覚め。危ない。お前、ジョセフ、お前。ありがとう。お前を選んだのは間違いじゃなかった。え、待って、ルーレット終わったけど。とはいえ、ここ倒せるんか?なんか、怪しくない?大丈夫?一応、木の落ち込み来ないかなっていう。で、火の落ち込みも来ないかなっていう意思だけ見して。ちょっと、最後の最後でこれ、盤面ゲー。毒が怖い!うわー、ダメじゃん。ダメじゃないですか。ルーレット2ターン欲しいってこと?でも毒耐性も欲しいわよ。欲しいわよ。うーわ。ザク?武器でも、おー、毒耐性持ってるよ、こいつ。ザクじゃね?あ、今回こそ勝ちますよ。もう、50分やってる。まあ、たまにはいいんですけどね。こういうね、考えるのもね。これ時間の無駄って思っちゃったら負けです。これをね。何事も楽しんでいきましょう。まだ、かろうじて楽しいとは思っている。これはまあ一応光まで待つか。よしよしよし。で、変えたポイントとしては、ジョセフにザク。で、ハーピーレディにベルエムにしました。これによって、ネプドラス戦で多分ハーピーレディが使えるんですよ。となると、さっきみたいな欠損は、少しは少なくなるのではないかと思っているんですが、ちょっと回復しないと怖いですか、これ。うわ、半分減ってないし。あ、半分減らないと花火でもないんだ。そうですか。もうおとなしくザク持ってきたわ。全然勝てんかったもん、あの後も。これね、まずいっす。0.25 倍なんで、もうザク推奨です、多分。で、結局ウェイを5個とか6個組んだら、もう誰でも完走するんすよ。なので、もう体力タイプとか関係なかったですね。演破しましょう。ただこれ回復追いつくんかな?ちょっと微妙じゃない?で、しかもザクは、あれをしちゃうんでね、上書きしちゃうんでね、そういった意味では、ジョセフの方が優れていた可能性もありますけど、やはりエンハーがないともうどうにもならんということで。これ耐えれるのかな?毒花火は威力が低いことを信じています。まあ、全腹補正も減っちゃったわけですから、無茶減る。ここは殴ってこなくて、え、死ぬやん。え?火力は足りるようになったけど、回復きつくない?ねえ、まだ壁あんの?このダンジョン。もういいって。もう1時間以上やってんの。いいって、本当に。今回は受けれたけど、これさ、毒降ってきたら負けじゃね?毒降ってきたら負けじゃね?そんなことも言ってらんないんですけどね、もうね。降ってこないことを祈るしかない。行きましょう。ドン!頼む頼む頼む、多分火力は足りてる。きっと。いや、足りてないかもしんない。あ。ああ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 あ。クソゲーです。すごいクソゲーです、これ。何がおもろいんやって、このゲーム。だってさ、これ毒耐性つけなかったら多分削れてるんだけどさ、上限解放にすればね、毒耐性じゃないと死ぬ可能性があるじゃないですか、さっきみたいに。相打ちになる可能性があるじゃないですか。やってらんないって。3時間やってんだけども、一生勝てん。
う何の感情もない。もはや何の感情もない。はい。もう石何個使ったかわかんねえよ。12個だって。100個ぐらい欲しいわ。マジで3時間かかったからね。本当にやってらんないっすよ。ってことで最終的にこの編成に行き着いたんですけど、これにまず早く気づくべきでした。この、アキネ武器。これがね、ロック解除しながら無効貫通しながら半減ができるってことで、ザクより全然良かった。こっちが。あとはまあ、毒耐性かな。あれが一番しょうもなかったですね。はい。以上です。もう、話すことはありません。また次回お会いしましょう。さよなら。